ールです。やったー、よいしょ。今日も泊まる場所があって、うれぴよありがとう。マネー入ってる。マネー足大丈夫かな。わかんない。やばそうでも結構ゼロゼロしたら。大丈夫お前。どうした。痛いマジで。やばい。今からお前の足を魔法で直してやろう。ビーリカピリアポポリのペーペルト。どうした。え、待って待って待って。どうした。よしこ誰。いやだ、いや分からへん分からへん。誰。インスタグラムで何回かやり取りしたことある人で、うん、え、すごい。あ、旅、世界旅しててちょっと、うん、旅終えてちょっと今日本みたいな。へえ。めっちゃ地元なんだけど。え？これ今ちょうど足痛めてめっちゃ救世主な感じがする。これなんかできる。いやいいっすか。逆にいいっすか。いやいいっすか。え、エビナー。エビナー。エビナー出身。エビナーもう地元なんで。あ、地元。はい、ちょっと今ちょっと散歩してて。たまたま、ほんまたまたま。そっか、一回メンバー入れ替わり。メンバー。お名前は。ヒロシです。あ、ヒロシくん、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。しゃがんで、しゃがんで、デッドリフトしましょう。デッドリフト。あ、そう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 。あ、来た。で、基本走るときはもう自分のやりやすい感じで、こう曲がるときだけこのパジ棒っていうんだけど、このパジ棒を下げた方がタイヤに負担がない。あ、なるほど。で、基本曲がるときだけこう下げて、曲がるときは下がって、そう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 、そんな感じ。いいで、慣れ始めたときに止まると足にめっちゃ負担。あ、オッケーオッケー。ここに気を使う感じ。でも左にも結構こっちに行くときにこう感じが強くなってないです。ヒロシ君どうかな。タカシ君だっけ。いや、いいわ。めっちゃいいランナーゲットした。パグありがとう。いやー、疲れたかな、ちょっと。2時間ぶっ通し行ったね。ぶっ通したね、もう。あの奥になんか地元のおじさんみたいな人いるけど、南西でいただきます。食べながらやけど、うん、めっちゃ興味があるから、まずあの上ブログいや、これやっぱ一番気になる。どうやってその旅中アフリカで遭遇してたけど、うん、出会ったんかなって。もともとあのアポとかあったんかなと思って。いや、アポはもう全く本当初対面で、たまたまアフリカでばったり。彼がアフリカを縦断するっていうのは、なんか旅仲間的な感じから連絡があって、うん、今どこいるよみたいな、うん、みたいな感じで、同じようにアフリカ東側縦断してたけど、俺の方がもう先進んでたから会うことはないかなと思ったんだけど、うん、まさかの。え、そこほんまたまたまなの。たまたま。ツイッターとかで見た情報じゃない。あ、じゃない、うん、でもお互いどっちもエジプトにいて、うん、下ってったんだけど、たまたま参加しようってなった経緯みたいなの。それはなんかお互いもう国境で出会って、お互いもバスも違って別れることになったんだけど、エチオピアで再会。まさかのヤス君と再会だとか言って、そういう動画見たわ。タイム休憩でストロングさんと会った。今日ストロングの来てないけど、ダナキルのツアーに参加したのがたまたま一緒で、へえー、みたいな。あ、じゃあ1回目会ったらそのまま参加したわけでもないんや。じゃないじゃん。そうそうそう、まあ、最初の会った時はヤス君から声かけた感じ。そう、俺から。ジョーさんですか。ジョーさんですか。え、それ覚えててくれたら嬉しいよな、ヤス君みたいになったんだ、ね、あ、そう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 。その時はっていうか、俺のことはもう全然名前覚えてもらってなくて、自己紹介はした時、うんうん、国境で会った時、俺 T シャツストロングって名前、うん、書いてた T シャツ着てて、それがすごいなんか覚えてたのか、うん、その時はストロングさん。あ、今日はちなみに今日は近寄ったの、一緒に行こうって。俺からは決して言えないから。ジョーさんがでもついていこうやみたいな、うん、一緒に行こうかみたいな。へえ。やっぱ結構ジョーブログのイメージでさ、ガチガチの旅番組作ってるイメージがあるから、うん、俺らも今日さ茶番やったけど茶番にちょっと付き合ってもらったりして、うん、まあ、こういう感じで撮影してんのかなって思って。あ、ありのままの姿を撮ってんのかなって。あれはね、ありのままだったね。うん、
まんまを地上生活を撮影してるような、YouTube で見る彼が現実にその場にいるみたいな。じゃあ別にカメラ回ってようが回ってなかろうが回ってないがそのまんま、うん、今ちょっとジョーさんのことばっか聞いたけど、で俺ヤス君のこと興味あるってジョーさんのことばっか聞いた。確かに確かに。一応まあ旅を終えて世界一周、うん、旅してきて1年とちょいかな、結構長、うん、ちょっとスリになってね。あ、うん、こいつも会いましたよ。どこですかちなみに。ヨーロッパです。うーん、ヨーロッパの、うん、ウクライナあたりかな。バルセロナで。あ、バルセ、めっちゃ多いスペイン、うん、スペイン多い。その最終日に、え、今職業は。職業じゃあタイミング悪かったんだよ。職業は人類旅人かな。あ、職業旅人かな。めっちゃいい、めっちゃ言いたいやつ。目指してるとこかもしれない、もしかしたら。本当旅しながら、でもお金とか、お金とかどうしてる。あ、確かにお金はまあなるようになるようになる。なるようになる。旅人だわ、それは。旅人だね。え、年齢とか何歳だ。え、そこ聞いちゃう。うん、あかんの。不詳、年齢。年齢不詳。年齢不詳。いや、年齢言っちゃうとね、俺パシリされちゃうから。あ、そういうことね。じゃあパシられるぐらいの年齢ってことでいいですかね。あ、じゃあそれで、うん、え、なんで旅に出たの。旅の面白さに気づいたから。もともとそのマラソンやってて、42.19キロ。あ、マジでガンガン走れるやつだ。ガンガン走るやつ。お最初国内の大会に出たんだけど、その時に、まあ、ツアーで参加したんだけど、高野祭みたいな集まったメンバーで、はい、マラソン話みたいな、海外ですっごい走ってる人がいて、話を聞いた時に今日も海外走ってみようって。そういうことだ。もともとじゃあそれなんだ。それ。じゃあ就活はせずに旅人みたいな。いや、一回入ったけど、もうね、そんな日本は、あのね、日本の生活にマンネリ化してきて、ちょっと出たいなと思って海外。ちょっと待って、同じ、うん、あ、なんか計算してんの今。いや、計算なんかできちゃうなと思って。あと、メロンパン買ってきて。あ、あ、じゃあ行ってきます。そうなんや。じゃあ、ヤス君はブログをやってるよね。ブログやってる。じゃあ、世界をまたぐっていうタイトルで。世界をまたぐっていうタイトルで検索してもらえれば。検索すればもうバッチリ、Google で一番上に出てくる。おー、素晴らしい。これぐらいしかお返しはできないんですけど、ね、全然。おすすめの記事とかある。これ見てほしいみたいな。あ、世界回ってたから、トレッキングの記事は見てもらいたいな。じゃあ最後にトレッキングしてるんでね、はい、じゃあおすすめの山とかある？あー、聞いちゃうそれ。聞いたい、知りたい、知りたい。世界中の山巡ってきたから、うん、ズバリ一つあげちゃうと、うん、キノコの山かな。お疲れです。あ、お疲れ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。バイバイ。ありがとう。また、また、また、はい、明日安全運転、安全運転。いらっしゃい。おばあちゃん倒れちゃって、で今ジェイでも結構アルツハイマー進んじゃってて、一日中ずっとうたた寝してる状態なんだって。状況的に2人と話したいなって。はじめまして。楽しいことが大好き、まあ、イメージはあるけど、そんな話の中で必ず出てくるのは家族のことで。まゆちゃんが運転した方がおじいちゃんも記憶にももしかしたら残るかもしれないし、おばあちゃんもきっとその方が嬉しいと思うし、俺たちはまあそのサポートをして、まゆちゃんが Respect my